手動車椅子用収納装置、電動式。手動車椅子用収納装置の操作方法を説明します。安全で平坦な場所にエンジンをかけた状態で車両を停止させます。パーキングブレーキをかけ、シフトレバーを P の位置にします。バックドアを全開にし、ガードマットを取り付けます。回転ロックハンドルを左に回し、アームの回転ロックを解除します。アームをラゲージルーム外にいっぱいまで回転させます。アームを少し押し下げながら、アームロック解除レバーを押さえてロックを解除します。アームを起こします。操作スイッチを下に押し続け、車椅子に釣りベルトがかけられる長さまで釣りベルトを引き出します。車椅子を折りたたみ、車椅子の前輪を車両左側にして後輪のブレーキをかけます。釣りベルトを車椅子にかけ、釣り上げます。車椅子をアームごと回転させ、ラゲージスペース内に入れます。操作スイッチを下に押し続け、釣りベルトを引き出し、車椅子をラゲージルーム床面に下ろします。釣りベルトを車椅子のアームレストから外し、釣りベルトを巻き上げます。車椅子固定ベルトのフックを車椅子後輪のハンドリムにかけ固定します。アームを畳み、回転ロックハンドルで固定し、ガードマットを収納します。収納可能な手動車椅子の目安はご覧の通りです。